アーセナル、ガチで優勝へ。アーセナル優勝。わい、アーセナル、確信。シーズンダブル最高やな。マンオブザマッチは腕ごからムズでいるやな。リシャルリソンラムに煽られてキレてるやん。サッカーで勝てないから暴力で勝とうとするのはあかんでー。ラムズデイルの煽り性能高いしな。優勝したみたいな雰囲気でくさ。トミーの笑顔が見れて嬉しい。全員の運動量がエグすぎるわ。アーセナル、優勝を確信。朗報、確信すぎる模様。あかん、ガチで優勝してまう。得失点シティと並んでるのすごいわ。ちょっとユナイテッド怖くない？来週エミレーツでユナイテッドやるの楽しみや。アルテタ愛されてんな、やっぱり。年近いのもあるだろうし、いいな。ここまでは完璧すぎるが、まだ半分以上あるんやで。アルテタいつハゲるんやろ、ものすごいプレッシャーやろうに。猛量的にハゲんやろ、スペイン人みたいな濃いやつはなかなかハゲん。スペイン人ってハゲいないよな。わい、神戸。イニエスタは兵庫県民だからセーフってか？マテウラオス、ハイイエロー。やっぱりダービーって特別なんやな、荒れる荒れる。20年ぶりの優勝期待してええか？アルテタを信じろ。坂がイエローもらわなくて本当によかった。18試合47ポイントってえぐいな。平均勝ち点 2.6 か、すごいわ。若い選手と若い監督、ワクワクするよな。怪我人出ると一気に崩れる可能性あるから、まだなんとも言えんな。シティ2回とユナイテッドのどっか拾えば優勝や。アウェイのノーロン2014年3月以来の勝利って、そんな勝ってなかったにゃ。ノーロンは圧倒的にホーム有利だからね。ロシツキーが秒速で決めた試合かな、懐かしいわ。ウーデボールって普通に大物なったよな、15歳くらいから天才言われてたけど。アメリカのアブーとかみたいに、10代の時だけ注目されて消えてくいつものやつかと思ったけど、順調に成長して驚くわ。リバポチェルシー負けた方は入荷するとビッグシックス交代な。スパーズさん、いつもの謎にシティ撃破するやつ頼みますよ。冨安がこのままプレミア優勝したら、ガチレジェだな。唯一負けたマンユーとの再戦は楽しみやな。アーセナルマンユーが無料とか、アベマどんだけ神なんだよ。わい、アーセナル、ガチで確信。